アルカ山脈を通過中。もうすぐ雲海から出られるわ。前方空域異常なし。残り400キロ順調です。もうすぐ到着しますよ。2時の方向から敵襲。ムクゲ、状況確認。正体不明の飛行体です。識別できません。執行官、戦闘の許可を。近くの敵を先に片付けるわ。ムクゲ、サイドを頼んだわよ。了解です。変更よ。リンクパージ。アイシクル、何を。私が敵を引きつける。執行官の護衛をお願い。単独行動は規則違反ですよ。敵を低空に誘導するわ。必ず執行官を無事に予定地まで送るのよ。
進まなくてはいけないのです。逃げ場はないぞ。料理を勉強しているんですよ。見たいテレビ番組があるんだよね。執行官に録画してもらおうかな。侍なら自分の足で行動すべし。
ようこそ、トリティ9へ、執行官様。私はアリス。ここは第3コントロールタワーのデータセンターです。これは連合戦術隊、エタ。天球に対抗するための機体です。天球とは、赤道の上空に位置する巨大なリング状の構造体で、ユグドラシルテクノロジーと呼ばれる組織によって作られました。その前身となるユグドラシルスペースカンパニーは、初めてこの連合戦術隊の技術を手にした組織でもあります。天球が作られた目的は不明ですが、そのあまりにも大きな構造体を作るために地表にある金属が使い尽くされました。またその存在の影響で大気環境が急激に悪化し、今となっては日差しを浴びることのできる時間が20年前に比べ 70% も減少しています。世界は暗くなってしまいました。彼女たちはシンクロナイザー、エタにリンクできる唯一の存在です。彼女たちを率いて電球に反撃しましょう。それでは第一中期スポットに移動してください。新たな物資が届きましたので受け取りをお願いします。お帰りなさい、執行官さん。本日のスケジュールはこちらです。出発。私はルイズ。あなたが新しい執行官？お帰りなさい、執行官さん。本日の…はい、執行官さん。はい、執行官さん。私にあなたの補佐をさせなさい。あなたを一人にしていたら、私が安心できないもの。Thank you.
ペレーションに関して私は。この程度の時に。支援は任せて。ペッパに手を。強いやつはどこだ？かかってこい！やりましたね。強いやつはどこだ？かかってこい！皆さん、攻撃を続けてください！あなたを倒さなくてはいけないのです。強いやつはどこだ？かかってこい！強いやつはどこだ？かかってこい！やっと終わりましたね。あなたと一緒に戦えるなんて光栄です。前に進まなくてはいけないのです。勝負を決めるのは不意をつく一撃だ。火力全開！星の大会にまた一歩近づいたな。作戦報告書を書かなきゃいけないの？勘弁してよ。
帰りなさい、執行官さん。本日のスケジュールはこちらです。出発するときはお声掛けください。準備はいいかしら。では嵐を迎えるといいわ。極東エネルギーのムクゲ、参りました。私の戦闘経験。お帰りなさい、執行官さん。本日のスケジュールはこちらです。出発するときはお声掛けください。帰りなさい、執行官さん。本日のスケジュールはこちらです。出発するときはお声掛けください。敵は考えもしないんだろうな。ムクゲがまた戦場。侍なら自分の足で行動すべし。強いやつはどこだ。かかってこい。
支援は任せて。ペッパに手を。敵は考えもしない。こんな小さな波風なんて目じゃありません。次はこいつだ。簡単な任務に私を呼ばないでちょうだい。作戦報告書を書かなきゃいけ。お帰りなさい、執行官さん。
はい、執行官さん。はい、執行官さん。いつでもご命令を。私の助太刀が必要。はい、ムクゲ、いつでも準備できてます。私にあなたの補佐をさせなさい。あなたを一人にしていたら私が安心できないもの。はい、ムクゲ、私に、はい、私の、はい、執行官さん、いつでもご命令を。私の助太刀が必要？それじゃあ行こうか。私の助太刀が必要？それじゃあ行こうか。執行官さん、お帰りなさい。執行官さん、いざ参るよ。敵はどこだ？前に進まなくてはいけないのです。はい、飯を食わせてくれるなら何だってするぞ。支援は任せて。国家に手を。その答えよ。
帰りなさい、執行官。はい、執行官さん。はい、執行官さん。いつでもご命令を。はい、執行官さん。いつでもご命令を。執行官さん、いつでもご命令を。私の助だ。私に。はい。私の助。はい。執行官、今日はビスケットとか持ってないのか。この前のあれめっちゃうまかったぞ。お帰りなさい、執行官さん。本日の助。執行官さん。浮いただけで驚くの？お帰りなさい、執行官。はい、執行官さん。はい、執行官さん。いつでもご命令を。私の助太刀が必要？それじゃあ行こうか。私の助太刀が必要？はい。執行官。私にあなたの補佐をさせなさい。あなたを一人にしていたら、私にあなたの。はい、執行官さん。いつでもご。お帰りなさい、執行官さん。これからはこんな簡単な任務に私を呼ばないでちょうだい。協約国侍なら自分の足で行動すべし。休息予定だったんだ。
進まなくてはいけないのです。次はそいつだ。おかえりなさい、執行官さん。はい、執行官さん。はい、執行官さん。私にあなたの補佐をさせなさい。あなたを一人にパイロットシートがもう少し広いといいんだけど。シエンは任せて。ペッパー来てよ。ソラ、まだ動けるの？あなたの消滅がその答えよ。あなたの消滅がその答えよ。
次はこいつだ。やりましたね。これが侍だ。次はこいつだ。やったね。あ、腹減っちまった。お帰りなさい、執行官さん。支援は任せて。どっか行ってよ。やりましたね。出力効率アップ。来なさい。逃げ出したら負け犬ですからね。出力効率アップ。なかなかやりますね。はい。次は私の番です。やりましたね。はい、はい、まだまだですね。次はこいつだ。どうやら私の負けですね。強いやつはどこだ。かかってこい。はい。あなたの消滅はその答えよ。ふん、やりましたね。ソロ、まだ動ってるの？あなたを倒さなくてはいけないのです。はあ、やっと終わりましたね。お帰りなさい、執行官さん。お帰りなさい、執行官さん。お帰りなさい、執行官さん。執行官さん、いつで
私にあなたの補佐をさせなさい。あなたを一人にしていたら私が安心できないの。いつでもご命令を。私にあなたの執行官。私はい。私の助だ。はい。ムクゲ、いつでも準備できてます。私の助立ちが必要。それじゃあ行こうか。お帰りなさい、執行官さん。一緒に戦えるなんて光栄です。敵は考えもしないんだろうな。飯に送れないんだったら、まあ帰りなさい、執行官さん。はい、執行官さん。執行官、今日はビスケットとかも…はい、ムクゲ、いつでも10…執行官、執行官、今日はビスケットとか持ってないのか。執行官、今日は…執行官、今日はビスケットとか持ってないのか。執行官、執行官、今日はビスケットとか持ってないのか。この前のあれめっちゃうまかったぞ。前に進まなくてはいけないのです。あなたはもはや私の相手じゃありません。よし、ちゃんと当たったぞ。やっと終わりましたね。お帰りなさい、執行官さん。
静かにしろ。お前の遺言に興味を。ブラッツ、来たよ。そうだ、大将。ホワイトキティはどこ？先にブラッツ、来たよ。そうだ、大将。お、美しいバラにはトゲがある。気安く触ると怪我します。エミリー、着任いたしました。ここにはとても大きな図書室。静かにしろ。お前の遺言に興味。ブラッツ、来たよ。そうだ、大将。八つ咲きにブラッツ、来たよ。そうだ、大将。お帰りなさい、執行官さん。本日のスケジュールはこちらです。はい、執行官さん。いつで、これホワイトキティを監視する絶好のチャンスだよね。お帰りなさい、執行官さん。本日のスケジュールはこちらです。
勝手に別会社の社員をお前たちの部隊に編入するなよ。やばいって、リーダーに怒られちゃう。やっと終わりましたね。こんな小さな波風なんてメジャーありません。強いやつはどこだ？かかってこい！皆さん、攻撃を続けてください。精密モード、起動。強いやつはどこだ？かかってこい！加速します。次はどいつだ！加速します。強いやつはどこだ？かかってこい！なかなか次はどいつだ！皆さん、攻撃を続けてください。あなたの消滅がその答えよ。お疲れ様でした。機械に命が…任務達成。俺だけでもよかったよね。こんな小さな波風なんてメジャーありません。見てろよ、こいつはすっげえぞ。あなたはもはや私の相手じゃありません。見てろよ、こいつはすっげえぞ。皆さん、攻撃を続けてください。あなたを倒さなくてはいけないのです。やったぜ。あ、腹減っちまった。もう長いこと会社に報告書を出してないけど、大丈夫かな。まあいいか。任務達成。俺だけでもよかったよね。
ちょっと勝手に別会社の社員をお前たちの部隊に編入するなよ。やばいってリーダーに怒られちゃう。支援も任せて。ペッパー来てよ。やりましたね。精密モード起動。最後の強敵ってやつかな。準備は OK？ 止めなきゃ。ひなさん、攻撃を続けてください。静かにしろ。お前の遺言に興味を。まだ終わりじゃないよ。あなたを倒さなくてはいけないのです。全成功。これからはこんな簡単な任務に私を呼ばないでちょうだい。おかえりなさい、執行官さん。本日のスケジュールはこちらです。出発するときはお声掛けください。執行官さん。これホワイトキティを監視する絶好のチャンスだよね。おかえりなさい、執行官さん。本日のスケジュールはこちらです。出発するときはお声掛けください。